花の屋久島旅行も早3日目か。明日はもう帰るだけだし、正直3日じゃ短いよな。まあでもそれっぽっちの割にはいろいろあったか。理事長の歌とかお前の歌とかな、おかげで昨日の晩はほとんど寝られなかった。海岸で何かの任務でしょうか？そんなんじゃねって、ただ遊びに来ただけだ。そういえばアイニスは遊ぶってわかる？もちろんわかるであります。娯楽は心の栄養です。おお、そうそう。へえ、結構普通に話せんじゃん。まあとりあえず帰る前に一遍くらいちゃんと泳ごうぜ。あ、ちょっと純平くん、アイニス塩水につけて平気なのかな？そんなやわじゃないでしょう。あれ、海に入るんじゃないの？皆さんもご一緒されるのがいいであります。一人だけが楽しい行動は本当の遊ぶではないであります。変なとこ律儀なんだね。でもまあせっかくだし。私たちも行きましょうか。そうだな。どうだい、楽しんでる？いやー、いろいろあったけど、なんとか今日は終日羽を伸ばせそうだね。そうですね。真田さん、何してんすか？真田さんの番っすよ。俺の番って何をやってんだ？楽しそうでよかったよ。明日のことだけど、帰りの船の時間は言ってあったよね。僕は多分先に港へ行っていると思う。朝早いから遅れないようにね。はい、伝えておきます。じゃあ寮に帰ったらまたよろしく頼むよ。はい。おーい、真田さん。やれやれ、俺たちも行くか。ってアイギス、水鉄砲ってそういう意味じゃないから。アギャーだー。純平くん、ダウンです。おし、総攻撃チャンス。ちょ、タイム、マジ無理だっす。あずいぶんと苦しそうですね。お前らが、やっべ、あいつらだ。ああ、あの三人が例の、本当だ、来てんね。バカ、行くぞ。なぜ他の者は私を見るたび姿を隠そうとするのでしょう。まるで路地裏のネズミですね。さあな。ジン、彼にカプセルを。悪い、礼はいつもの方法で。町屋、
今回は代価をいただく代わりに話を聞かせてほしいのです。あのペルソナ使いたちが何やら騒がしいのですよ。彼らはこのところ月が深淵になるたび宴に繰り出す。あの塔にも頻繁に立ち入っている。なぜあんな戦いを始めたのです？知っているのでしょう？言えませんか？仲間だからですか？違う、俺はもう連中の仲間なんかじゃねえ。なら教えてください。赤の他人より今はカプセルの方が大事なのでは？離れてた身だ。詳しいことは知らねえ。ただあの敵を全部やれば影時間やあの気味の悪い塔が消える。そう聞いてる。影時間を消すということですか？どういうことです？なぜペルソナ使いが影時間を消すなどと？しかもあの滅びの塔までも。滅びの塔だ。あんな不気味なもん消せるってんなら試すだろ。だかよ。ええ、分かっています。私みてえな純粋なもんじゃねえ。お疲れ様です。